はい、どうも皆さん、こんにちは。クジオと申します。今回からこのゲーム、トゥーザムーンというゲームを実況プレイしていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。PC ゲームをね、やるのは初めてなんで、ちょっとね、不慣れな点が多いと思いますが、温かい目で見守っていただければと思います。それでは早速なんで、もうやっていきましょう。ビギン。いや、おしゃれだな、なんか。すごいおしゃれなゲームだな。もうまずね、入りがバッチシだわ。BGM とグラフィックがすごいわ。完璧だわ。トゥーザムーン、月へ行くっていう意味かな。どんなゲームなんですかね。まあダウンロードする際にちょっとだけストーリーを見たんですけども、主人公が2人いるみたいで、まあ、多分自分説明するの下手くそなんで、やっていけばわかるかなと思います。というわけで、説明を一切せずに、まあとりあえずやってみようという感じでいこうかなと思います。よろしくお願いします。ピアノ弾いてるね。男の子と女の子かな？車のブレーキ音が聞こえたけど大丈夫か？事故ったんじゃないかこれ。ああ、事故ってるわ。黒塗りの高級車かどうかは知らないけど、事故ってますね、見事に。で、あ、この二人が主人公だ。今作の主人公、エヴァと、最悪、どこ見て運転してんのよ。ニールですね。いやー、すまない。突然現れたリスをかっこよく避けようとしてね。にしても、すごい角度で木にぶつかったな。どうやったらその直角カーブできるんだよ。逆にすげえわ。引いてない。あ、避けてない。引いてる。引いてんのしかも。避けてないって言ったね、ところが。またダサいけど。引いてしかも木に激突って、最悪のパターンじゃん。いいじゃん。気にすんなって。車用車だぜ。うわー、この能天気バカ。すっごい性格してるな。ボスに半殺しにされるわよと。エヴァの方は真面目な性格みたいですね。子犬を助けたってことにしようか。ボスは大の犬好きだ。そうだろ。どっちかっていうと猫派。そこも間違ってるっていう。大雑把だな、ニール。世の中っていうのは残酷だね。まあいいよ。あの人は毛だらけのなんかが好きってことだろ。はい、オールオッケー。大雑把にも程があるわ。よかった。じゃあ、後で報告書書いといてね。じゃあ行きましょうか。車から装置を出して。装置？左クリックで調べることができます。車か？車をクリックして、装置を手に入れた。ほうほう。OK、ゲットだ。次行ってみよう。右クリックでメニューの確認、開閉ができます。ほうほう。キャラクター、ニール・ワッツ。シグムンドの専門技術者。なんかシグムンドっていう、なんか組織に二人とも所属していて、そこから派遣されたみたいですね、今回は。シグムンドのシニアメモリートラバーサルエージェント。なんかエヴァの方が肩書きが、なんかすごい難しそうな役職ですね。ちょっと俺にはわからないな。よし、ノート。まだ何もない。装置。大事なものが入った重い箱。こんな感じでやっていきましょうか。はい。移動はどうすればいいんだ？あ、いけたいけた。あ、車、そうか。車をほったらかしちゃダメでしょうね。お気遣いどうも。この二人のやりとりすげえ面白いな。はいはいはい。で、こっちに行けばいいのか？上に。すごい、ちゃんと装置持ってるな、リールが。あ、これ何？岩砕き？ちょっと何なんだよ、この石は。通れないね。それはセキュリティのためでしょうよ。たく、こんなものに構ってる暇ないわ。あっち押しのけましょう。あ、怪力の方でしたか。木の枝か何か探そうか。ジャッキの代わりに使えるんじゃないかな。いや、待てよ。この石のせいにして今夜の仕事はなかったってことですよ。どう？あー、選択肢出た。
ニヒルの提案乗ってみるか。行くのめんどくさいしな。いいわね。でも仕事してなかったらお金もらえないもんね。そうだね。イケアで解体家具があるんだよな。イケア出てきたぞ。手で押してみるじゃん。枝探すのめんどくさいし。1、2の3で行こうよ。1、2の3。お、え、なにこの石。ぷよぷよじゃん。手応えが。何今の。ビーチボールかな。まあ先を急ぎましょうか。どうでもいいことは後で考えましょう。おっしゃる通り。超どうでもよかったわ。どうでもよすぎたわ。よかった、枝探しに行かなくて。うわ、チューチュー。リスか。今のもどうでもいいことなのかな。さあさあ、つか、敷地が広いな。これさっきのさ、子供たちがいた館まで繋がってるの？かなり広いぞ。あれちゃんとなんか、あ、行けたか。なんか、この、獣道しか行けないかと思ったんだけど、ちゃんと草むらも通れたわ。やっと着いた。ママ来たよ。ママがいるのか。ピアノ上手いね、にしても、あの女の子は。すごい有名じゃん。何気にすげえいい曲だし。老後を迎えるにはいいところかもね。僕はもうちょっとマシなところがいいな。でもここ結構、うち広いし、いいんじゃないの？夜勤好き？嫌い？聞かなくても知ってるでしょ？あんま好きじゃないんだな。今回多分、夜通しかかるよね。でしょうね。コーヒーとかあんのかな？うるさいわよ。突っ込まれてるじゃん。波音がララバイを歌い。その波音があんたの声で聞こえないって。あ、ごめん、飛ばしちゃった。装置を忘れないでね、おバカさん。うわぁ、この二人のやりとり、手慣れてる感がありますね。もう何年も一緒に仕事してるんかな。ああ、給料上がらないかな。ニール、かなりだるそう。で、なぜかバックステップで家の中に入っていくっていう。お、第一章。誰にも話したことないけど、私は灯台の光だと思ってた。どういう意味だろう。リリー、ワッツ博士とロザーリン博士、先生ですよね。あ、ごめん、ワッツ先生か。と、ロザーリン先生ですよね。あ、これママ？リリー。急にお呼び立てしてすみません。来ていただけてよかった。いえいえ、すみませんね。前もって死を予測するのが苦手なもんで。どういうこと？あー、はい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 。患者さんの娘さんですか？患者がいるのか。いえ、私は彼の世話人です。なんか、そうだね。ちょっとだけ説明させてもらうとね。ごめんね、説明しないって言って。軽く説明させていただきますと。死を、ね、もうすぐ、控えた、老人がいるそうなんですよ。ここには。で、その人の、記憶を遡って、過去を変えるっていうのが、まあ、このゲームの、目的みたいな感じらしいんですよ。すいません。何言ってるか多分わかんないと思うんですけど。やっていけばね、わかると思うんで、すいません。一応補足だけさせていただきました。あれはサラとトミー、私の子です。ピアノ弾いてた子供たちだね。ジョニーは私たちを住み込みで雇ってくれています。このジョニーってのが患者さんのことだね。老人、ご老人がジョニー。ジョニー？もしかして子供ですか？子供は僕の専門じゃない。遠回しにバカにしてんじゃん、ニール。いいえ、子供っぽい呼び名ですが、彼がそう呼んでくれと言ってるだけです。へぇ。本名ではないのかな？愛称みたいな感じなのかな？非常に。彼は今2階にいます。お医者様もいらしています。どうぞこちらへ。
ほら、装置を持って、行くわよ。背骨が折れたら、保険屋に君を訴えてやるからな。このアメリカンチョークみたいなのが、結構いいですね。これを、あ、すごい、取って、装置を手に入れた。よし、これを落とす前に2階行こうか。結構重いんだろうな。よし、あ、よし、じゃあこれで動いて、2階へ、行っちゃっていいかな。行っちゃいましょう。すっげえ広い家じゃん。めっちゃ豪華じゃん。やった、一番乗り。先に着いた人がメロディーを弾けることね。ピューン。やめて、押さないでよ。かわいい。押してないよ。いや、どうせトミーはつまらない二つの音を弾くだけなんだから。あ、二人で弾くのかな。また同じ曲弾いてる。男の子のパートなら俺も弾けそうだな。頑張れば。同じ音だね、確かに。あの子たち、年の割にしっかりしてるわね。おい、時間がないって言ったの君だろ。ちょっとしたイースケくらいの重さのものを運んでるんだぞ。はいはい、ごめんごめん、行くわよ。さあさあ、あ、いた。ベッドで寝てる。こんにちは。ドクター。見る限りだと反応はないが、まだ意識は残っている。まあ、本当にじゃあもうやばいんだね。どれくらいとは言えないが、残された時間は少ないだろう。リリーさん。準備を始めますか？準備？いきなり始まっちゃうのか？ごめん、ニール、もうちょい待って。ちょっとね、ジョニーにも話しかけてみたいんだ。あ、無理だ。じゃあもう始めちゃっていいのかな？しょうがない、ニールもうるさいし、始めましょうか。ええ、すぐに済ませます。装置使って、どうやってさ、なんだろう、記憶を、あれするんだろう。本当に家庭用のコンセントで足りますか？心配ありません。我々を信じ、大船に乗ったおつもり。逆に怪しいわ。で、おーい。で、おーい。まあ、よくあることですよ。さあ、あなたも祈って。おー、すごい。近未来じゃん。どうなってんの、これ。彼の容態は？決して良くはない。多分あと1日か2日か。うわぁ、超死の間際じゃん。十分なの？1日2日でどうにかなるもんですか？本当に彼の願いを叶えてくれるんですか？やってみます。叶えられるかはわかりませんが。まあでも私たちは優秀だから、強って大成功ですけどね。それで彼の願いというのは？月です。月？ああ。月。あ、これが題名の、題名に繋がってくるのかな？彼は月に行きたいと言っていました。おじいさん、ボケてないですよね。ニールいいな。場合によっては、通訳すると彼女はできると言ってます。では、患者さんのことを詳しく教えてもらえますか？それがあまり知らないんです。私は2年間ここで働いていますが、ジョニーはほとんど自分の話をしませんでした。彼は人生のほとんどを職人として働いたそうです。奥さんは2年前に亡くなりました。それだけです。詳しいことはわかりません。ああ、僕がここの新聞配達員だったら、もうちょっと何か分かったのにな。黙って、あんたはやるべきことをやって。家を調べたら何か分かるかもしれません。
あなた方を雇ったのはジョニーです。自由に調べてもらって構わないでしょう。ではそうさせていただきます。じゃあ探偵役はどっちがやる？あー、これ選べんのか。ニエルよりエヴァだよな、探偵。今の感じだと。性格的にも。ニエルにやらせてみっか。どうしよう。エヴァだな、やっぱ。僕は伊勢にお尻の跡をつけるのに忙しいんだよね。うわぁ。面白い言い回しだな。一階のピアノ。じゃあ、真面目なエヴァ頼むぜ、探偵役。あ、こっちに矢印があるな。こっち行ける？くるーって回って。あ、行けるっぽい。あ、こっちトイレか。バスルームですか。この辺光ってんな。ああ、はいはい。電気つけられるって話ね。こっちはトラックに用がないのかな？じゃあ一階に行ってみますか、とりあえず。あの、ピアノを弾いてた子供たちの方に行ってみましょうか。こっちじゃない、こっちじゃない。広いなぁ、もう迷うわ。ご立派なお屋敷だなぁ。お？これ渡しておこう。なんだ？これを。心電図を手に入れた。これで患者の状態が随時見られる。ああ、なるほど。てか本当にやばいんだね。ってことは。もう今死んでもおかしくないってことじゃん。はいはいはい。ジョニーの心電図がメニューに追加されました。心電図見られるの？ああ、これか。あ、すごい今は、穏やかそうだね。なるほど。じゃあ行きますか。ピアノの、でもさ、リリーさんが何も知らないのにさ、ピアノ弾いてた子供たち、何か知ってるとも思えないんですけど、いろいろおじいちゃんから聞いてたりするんかな。おじいちゃんじゃないか。雇われて住んでるだけだもんね。こちら。何か用？あ、案内してほしい。なるほど。サラ、トミー、お願いしていいかな？ママから君たちがいらなかを案内してくれるって聞いたんだけど。してもいいけど。けど？私たちの言うことも聞いてくれないとね。どうしよっか、トミー。どうしよっか。どうしてほしいの？じゃあ、一丁取るちょうだい。子供言いそう、これ。てか、俺ちっちゃい頃言ってそう、これ。周りに見つからないくらいの数のキャンディー。ああ、そうだね。子供はね、こういうお願い事好きだよな。高い棚の一番上にキャンディーがあるの。私たちは届かないくらい高い棚。うわ、ちっちゃいな。それでいいのか。いやー。大人って、こう考えると、ドス黒い生き物だな。こんなんでいいのか。じゃあ取って、と、ああ、どうしよう。あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、どうしよう。取って、あ、めんどくさいな。時間がないしな。マッツ先生がいくらでも買ってくる。ニールが本当に10個でも。12個でも。6個以上はダメ。お砂糖取りすぎよ。あ、やっぱ優しいね。ちゃんと体のことを考えてあげてる。それでも1個よりマシだね。わかった。取引成立。あ、いいんだ、これで。ニールかわいそう。よし、どこから始める？まずは地下の変な部屋からだね。もう地下に変な部屋があるのか。変な部屋ってどういう意味？見ればわかるわ。すごく変なんだ。やべ、拷問部屋とかだったらどうしよう。でも鍵がいるのよね。書斎にある本の中にしまったの。なるほど。書斎。書斎、どっちかな？書斎じゃねえ。書斎どっちかな？ここかな？あー、ここじゃなさそうだな、でも。電気つけてみるか。うん。なんもなさげだな。これは、調べられるかな？あー、これがキャンディーね。
このキャンディーはまあ結局ほったらかしというわけで。じゃあこっち行ってみようか。こっちの矢印のついた部屋に。あ、ここっぽい、書斎。棚の上の分厚い本の中。あれか。これ?穏やかな日差しの下、元、下。ひなげきの香りを放つゾンビと恋に落ちたある少女の物語。ダスクライト。ここに入ってる?隠し場所にはぴったりの本ね。かなり分厚いんだろうな。持ってきたよ。よくトニーと本を投げやっこして本戦争した。怒られてた、ジョニーに。怪我させたよ。そうだよね。かなり分厚い本もあんだもんね。痛いだろうな。たくさんの本があるでしょ?でも僕が読みたい本はない。一冊もないのか。あ、じゃあ行っちゃっていいのか?地下の変な部屋に行こうか。了解、こっちか。怖いな。どうしよう、ゾンビとか出てきたら。よくここでかくれんぼするの。電気をつけてから。はーい。いやー、地下、なんか地下があるってさ、相当金持ちだよね。その金持ちのおじさんが、ね、なんか叶えたい夢って、ね。なんで月に行きたいのか。真っ暗だな。うお!びっくりした。なんだこれ?折り紙?紙がいっぱい落ちてる。なんか鹿?あ、うさぎね。はい。鹿じゃなくてうさぎですね。うさぎの折り紙。いや、BGM 怖いな。え、行けないんですけど、向こうに。え、もういいのじゃあ。箱の上にあるのは何?箱?あ、これか。あ、なんか、可愛いの乗ってる。カモノハシのぬいぐるみ。このカモノハシニールが嫌いそうね。何か使えるかも。つっつく?持ってく。つっついてみる?え?なんか変わったさっきので。もう持ってくか。はーい。変だったでしょ?かなり変だったよ。あの先は一体何なのかしら?わかんない。おじいちゃんはこの辺に入っちゃダメって言ってたから、聞いたこともない。うさぎはあれだけじゃないよ。どこにあるの?家の裏のお化けトイレの中、崖の下にあるんだ。見に行きたい?鍵ならあるよ。あなたたちは入ったことがあるの?ないよね。へへん。あるんだな。あなたたちをニールの家に連れて行ったら、めちゃくちゃ怒られるでしょうね。ニールめっちゃ几帳面そうだもんな、ああ見えて。灯台見に行く?外は寒いし、気も引けるけど。灯台を、ああ、じゃあ行ってみるか。せっかくだしな。ニールはどうせ、椅子にお尻の跡をつけるので忙しそうだからね。うさぎのことももう少しわかるだろうし、行ってみましょうと。土台見に行きましょう。はーい。じゃあ、外に行けばいいのかな。ここは地下だから、とりあえず上に行って。よいしょ。こっちかな。なんか、ホラーっぽかったけどな、さっき。ちょっと怖かったわ。ホラー展開であって、欲しくないな。個人的に怖いの苦手だからさ。こっち?あ、あった。これか?ほら、あれ降りるには下から回っていかなきゃダメなの。うん、パラシュートもないしね。マジか。じゃあこっちか。とりあえず下に行けばいいのかな。どっちから回っていけばいいんだろう。いやー、にしても広いな、マジで。
家よりさ、庭の広さが尋常じゃないよな。これ全部敷地でしょ？恐ろしいわ。すっごい豪邸じゃん。こっち行けない。こっち、どうやって行けばいいんだろう。戻ってきちゃったかな？下から回ってく。とりあえず外出ちゃうか、一回。あ、矢印あったわ。あ、また、なんだろう、あの意味深な、リス？リスかな？あれ？矢印が、出たり、こっち行ったり、こっち行ったりって、ややこしいな。こっち行けないな。右側から行ってみっか、ちょっと。あ、でも行けないな。外だな。外でしょう。これはどこも行けないと見た。外からじゃないと。と、こっち行って。ん？こっち、あ、無理か。こっち？トミー、あった。え？あ、ビーチボール。まさかの伏線回収、ここで。まあ。大したものじゃないし。ああ、もう二度となくさない。隠しておこう。見ないで。なんだよ、これ。灯台券、いただいておきましょう。煙吹いてる。どこのヘッポコが車をぶつけたの？私じゃないよ。まあ、かなり暗かったからね。暗いの怖くない？怖くない。ね、ロープレごっこしようよ。何それ？トミーは超強い騎士で、私は偉大な魔法使いなの。ロープレってロールプレイングゲームのことか。悪い奴は全部やっつけちゃうからね。あら、それはなんとも、いい遊びだわね。やる？私？やめとく。だよな。おばさんださい。おばさん？おばさん言うなよ、お前。ちょっと、私がやりたくないだけ。クソガキ。クソガキだよな。おばさんって言っちゃダメでしょ、女の人に。しかもまだ若そうだし。あ、リスだ。リス。これ寝てるのか、リス。あ、起きた。まさかこんなところにリスゴンがいるとはね。あ？え？なになになにこれ？心配しないで、私が守る。何が？え？戦うの？ちょっと待って。リスでしょ、ただに。ただ単のリスでしょ。攻撃防御。エヴァノリノリじゃんかよ。ロープでやってんじゃねえか、お前。じゃあ、リス攻撃したくないんだけど。どうする？攻撃しとく？わざわざし、しかも。ハイパービンタ、賢者の鉄槌、マグマキック踏みつける。一番下だけ超リアルなんだけど。じゃあ、どうしようかな。賢者の鉄槌。パワー、細かいな。ヘビーで。これではいいよ、レスゴン。喰らいなさい。はぁ？やめて、ママに動物虐待って言いつけるわよ。子供の方がしっかりしてるっていう。絡まれしちゃってんね、やっぱね。そんなつもりじゃなくて。ロープレ好きって言うから。優しいな、エヴァな。なんだかんだ言って乗ってくれてたんだね。気をつけなさいよ。テディっていう名前にしよう。いいね。住んだことは忘れよう。かわいそう。痛い大人みたいになっちゃってね。はいはいはい。こっちかな、じゃあ。あ、矢印。もう綺麗だな。月と相まって。さあさあ、着きましたよと。ここの鍵は持ってるって話か。待って、箱の上にあるのは何？箱？これか？
リバー・E・ワイルズ、ここに眠る。リバー・E・ワイルズ。彼女がジョンの奥さん。知らない。早く、灯台はそこよ。じゃあ行ってみましょうか。お、すごい。なんか結構綺麗だね。灯台。しっかりしてる。なんか、古い感じではなく。へぇ。登ってって。うぇ、ここにもあんじゃん。うさぎ。何年も動いていなかったみたい。これ、ジョニーが降りに来たの？ここまで、登って。ええー、怖いわ。二色の髪のウサギだ。先週来た時はこんなのなかったよ。え？倒れる前に来た。マジ？わざわざ。これだけ二色。これって折るのかなり大変よね。いくら趣味とはいえ。電話。変な着信だな。ニルだわ。準備できた？わかった、戻るね。やっぱりそう思うよね。なんでそんな変な着メールなの？モンスターを寄せつけないからよ。さあ戻ろう。シャレが効いてるじゃないか。おいおい、30分も何やってた？感じが死にそうなんだぜ。そんな？ 30 分も行ったの。偉そうにしないでよ。遅れたのは今回だけ。それはネチネチ言わないで。もう準備はできてるんでしょうね。もちろん、僕は優秀だからね。一日鼻につくな、こいつ。さあ始めようか。ヘッドギアはソファーの上だよ。はいはい。ソファーの上と。あ、こっちか。これがソファーか。じゃあ始めていきましょうか。準備がまだでもいっちゃうよーん。いいね、こういう性格。嫌いじゃない。この感じを見ると、ニールとエヴァか。ヘッドギアを使って、あとジョニーもか。三人でなんか、リンクしてるんかな？機械で。おう。これが一番最近の記憶ね。あ、記憶の中に飛んだのか。ジョニー以外の音声を切るわ。オッケー、じいさんを探しに行こうか。スクリーン上部にマウスを持っていくと記憶の位置を確認できます。ほうほう。なるほど。あーすごい！ちっちゃい時から大きくなるまでの記憶を。あーそういうことね。で、これが一番最近の記憶だから、結構年老いたジョニーの過去を今多分探ってるんでしょうね。はい、じゃあというわけで、時間結構経っちゃったかな。今回で一旦切りたいと思います。という多分、こんな感じで実況していきます。というわけで、次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。